はい、どうも誠です。今日はね、ワンオクロックの完全感覚ドリーマーの解説をしていきます。ただ結構前にリクエストもらったんで、確かちょっとやっていこうと思います。BPM が190の、チューニングがレギュラーチューニングです。はい、この曲なんですけど、結構ギターよりね、ベース、ドラムの方が多分、結構難しいと思うんですよ。あとボーカルもかなりキー高いんで、もうキーはね、僕は全然下げてもいいと思うんで、特にバンドでやる場合は、まあ、自分の美味しい音域を使うのが一番いいと思うんで、変に意地張らずに全然下げちゃった方がいいと思います。はい、じゃあてな感じで早速解説していきます。はい、じゃあ早速イントロのバッキングからやっていきます。はい、じゃあここの部分なんですけど、あ、ごめんなさい、最初にね、ピックスクラッチ入りますね。ピックのこの側面の部分を、まあ、弦の低い弦、6、5、4弦ぐらいを、まあ適当にもう、こする感じで大丈夫です。はい、で、最初のコードなんですけど、A。で、次が、B。で、次が G シャープマイナー7、 G シャープマイナー7。で、次が C シャープ、はい、じゃあまたこれタブ札すんで、ちょっとズームしてゆっくりやります。はい、基本的に全部オクターブ奏法です。まあ、コツとしてはスライドで音をつなぐというか、ってな感じで、なんか極端にやると、あと、まあ9フレットから一気にこの14フレットとか、結構幅の広い移動が多いんで、ちょっとこの移動する先を先に見ながらこうやるとうまいこといきます。まあ、余裕が出るまでは何回も反復練習をして、まあ、初めは遅いテンポでもいいんで、慣れてきたらちょっとずつ速くしていってって感じで練習すればいいと思います。はい、じゃあ次 A メロいきます。はい、じゃあ A メロなんですけど、最初が、A のアドナインスがつくんですよね。この9度の B の音が乗ります。アドナインスっていうのは、A から数えると、9つ目の音 ABCDEFGAB B の音ですね。2弦開放の B を足して、
こうですね。で、右手のストロークなんですけど、しっかりこの間をミュートして、右手の手の主刀でしっかり音を切る感じで、で、次が B です。で、次が Gm7、 で、次が C シャープ。はい、そんな感じで、じゃあ次 B メロいきます。はい、で、サビ前が、まあ、ここはパワーコードで大丈夫だと思います。はい、じゃあサビいきます。はい、で、イントロに戻ります。で、ね、ここのリード多分 2,3 本なってると思うんですけど、ちょっと聞き取れないんで、ちょっと飛ばしてもいいですかね。ちょっと、なんかこんな感じですよね、多分。はい、ほいじゃあ、まあこんな感じで今日は終わりたいと思います。はい、じゃあまあそんな感じで、またチャンネル登録とグッドよろしくお願いします。あと下の概要欄にツイッターのリンク貼ってるんで、ぜひフォローお願いします。ではまた。